よいしょ。えーと、なんか、あと、やり残したことあるかな。オッケー、オッケオッケーあーここさっき、もうちょっと、あーもういいや、これ、後回しで。ここも、ガチャガチャになっちゃったさっき。あれで、アルコールを探してて、れ靴逆や、あれあ、こうだ。あ、これも逆だ。こうだ。こういうことだ。もうタクシー来ちゃってる。よし。こう,うわ、雨降ってる。嘘でしょ。雨。今日は雨です。 うん、うん、うん、だ。お願いしまーす。ちょうどよかったタクシーで。はい。お願いしまーす。はい。お金が入ってたかなちょっと待ってね。シートって高いよね。シートっていくらだああいうのリフォームシートとかね。1万円ぐらいかかんじゃない新しく買った可愛いしよ。サロンド・アルフォード。ね、新しいお財布え。でも結構入ってるかも。1万、2万円入ってるね。 オッケーあ、で、これが支払い書だよ、これ。あれあらあれ入ってない。領収書と一緒に出しちゃったかも。税金の支払い。多分、領収書と一緒に出しちゃったな。整理してる時に。まあ、いっか。延滞の延滞税ってつくのかな税金の延滞税じゃ、さらにそれの延滞税ってかかんのかな延滞の延滞税みたいな。<laughs> 2000円なんだけどね。でも、払わなかったらやばいからね。 延滞してることの中、延滞の延滞税になっちゃうか。さらにその延滞税のさらに延滞税。さらにその延滞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 税になって、さらに延滞の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 延滞税が作った。無限ループだよ。税金エグい。いや、ペイペイとかでね、払えないんだよね。コンビニ払いって書いてあんのよ。ペイで読み込んでも、この支払い書はコンビニで払ってくださいって出るのよ。 たまにそういうね、支払い書ってあるんだよな。あれめんどくさいね、コンビニだけしか使えないやつあ、ペイジーだったらできるかも。できる。ページーでやろっかなじゃん。ただここをさ、剥がしちゃってね、そのページーのとこ捨てちゃったかもしんない。上がペイジー専用で、こっちがコンビニ専用だったかな。コンビニのとこだけしか持ってないかも。なんでだのって、だってさ、2週間前に、2週間前に払おうと思ってたんだけど、忘れてたんだって。 あ、電波悪いんだ、ここ。ちょっと電波悪いよ。ここから電波悪いゾーンに入るかな。電波悪いゾーン。あの、うちの地域の電波悪いこと、とこ全部知ってるから、私。この辺は電波悪いんこの交差点を越えたら良くなるの。で、また電波悪くなるのよ。ここのね、公園を曲がったとこから電波が悪くなって、この交差点までが悪いゾーンなのよ。で、ここ抜けたら良くなって、あのコのちっちゃいから分かんないね、落としてもね。危ない、危ない。 新しいお財布って使えないっないから。で、ここにね、橋があるんだけど、この橋を越えたらまた悪くなるんで、ね、ここね、ここ、行くよ。この先。ここあたりから悪くなるから、ここあたりが。で、丸亀製麺、はあ、ここでいいです。丸亀製麺があるんだけど、そこが最悪なのよ。ありがとうございます。そこに丸亀製麺があるんだけど、あ、なんか今日は朝ごはん丸亀にしよう。OK? え、まだやってないのこれ。あれ 9時39分だよね。ここはね、多分ね、電波あると思う、中は。ちょっとバーチャルにすねバーチャル。ごめんね。買うまで。バーチャルに。開いてる、開いてる。バーチャル。まだ電波あるっしょ。えっ、ー、と、なんだっけ、なんだっけ、みんな教えて、早く。買うもの。えっ、ー、と、シール剥がしと、なんだっけ。はい、ござ持ったござ。シール剥がしと、なんだっけ。すいません、シールを剥がす薬剤みたいなのありますかはい。 はーい。38番。38ですね。38番ですよ。ここね、今60番。かなり奥に来るね。20番先だわん。アジは売ってないね、ここには。お座っていうか、カゴね。ごめん、カゴ。うわー、ガーデニングがある。なにこれ。お花。ほらこれ家に置きたいな。これ見えないかな。これ持ってるあ外さないと見えないのかな。可愛くない造花かな。本物だ。 かわいいね。本物、本物。で、なんか、お花に最近興味があるのよね。えっ、ー、と、な、何番だっけ ?39 番だっけうーん、あら、運動靴もかわいいのある、グリーンの。土のとか売ってんねん。3七、三番 ?38 番ね。おお<え>相当、あれどこ ?98 番に来ちゃったん。何ここ。まわ職人さん若い人、ペロペロって感じ。角とかで、ね。ホームセンターのトイレとかさ。 ホームセンターのトイレとか角とかでね。38番。38番。あ、35番あった。35。えぇ、ー、ないんだけど38が。6個、花火売ってんだけど、花火コーナーに売ってないよね。<laughs> 花火コーナーに売ってる。今34まではあんねん。でも角にあるんだよね。この奥かな。じゃ、角が34なのよ。30番あったね。30番、29番。 ええー、だって角の奥が34番なんでおかしくない ?38 番潰れたって何そんなことあるでもさ、こっち行くと今度20番なんでどこ本当に38番。なくない ?84 番の間違いじゃないのちょっと今84番は見つかった。ここはでも車用品だね、80番は。64番でも30って言ってなかった店員さんもいないね。 64番 ?64 番行ってみるね、じゃん。入り口にめっちゃ近いとこじゃん、64って。あった。64番は、方向材。仏壇の具材って書いてあるよ。仏具。紙棚って書いてあるよ。全然違くないこれ。ねえ。全然違うね、これね。64番。ちげえだろ、これ。38って言ってたもう。 38番でどこ今70番にいるんだけど、私またも。すいません。シール剥がしってありますかね ?30 何番って言われたんですけど、8番 ?38 番。34番まではたどり着けたんですけど、奥なんだ。あとなんかリフォームのシートって何番ですかねリフォームを貼ったりとか、シールになって<ー>壁紙を変えてるあ、ここの奥ですか、うん、はい、ありがとうございます。 あっちですね。はい。ああ、わかりました。ちょっと待って、リフォームシートを先に見よう。うーんと。あっ,あった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 た。いっぱいある。あるね。これさ、うちと一緒じゃないこれう。うちと一緒だよね、これね。もろ色違い。こういう色もあるよ。やばい、店員がマークされた。マークされた。ちょっと待って、マークされた。<laughs> 早く早く <laughs>。見てる見てる。ちょっと待って、ステンレスだけ、ステンレスだけ、ちょっと待って。 ステンレスシートだけ見てみよう。ステンレスシートだけ早めにね。もう適当でいいや、適当で。ステンレスのシート。もう適当でいいね、適当で。ああとね、ちょっと待ってね、見つか、このうう時見つかんないんだよな、なかなかな。ちょっと待ってね。<laughs> 探して探して,探して。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。木目調しかないんだけど、木目調。シえー、ないんだけど、ステンのシートは、嘘でしょ障子の張り替えとかもあるけど、いっぱい。 ないね、ステンレスシート。ないってことないよね。貼って剥がせる素材。剥がせるフリース壁紙。ないな、ステンレス。黒と黒に黒貼っても意味ないもんね。うーん。どうしよう、どうしよう。だから逆にあそこに白を貼ればいいんじゃないそうしよう。またこの同じやつね。同じ白いやつを貼ろう。白で統一みたいにそれでいいと思うよ。 ま、あ試しね。ダメだったらまた買いに来ればいい。ね。シール剥がしが、えっ、ー、と、38番つっ,ってて、忘れちゃった。どこの奥っつってたっけシール剥がし。何番角にあるの、つってたけど。ええー、どこ本当にに。53番の手前っつってたかなここかなええー、ないんだけど、マジで。もう、広すぎ、38番ないんだよ。マジ。50何番だっけ ?50、50番と80番しかないけど。 また聞くね。店員さんがいないんだよね。ぐるぐる回っちゃってて。もう頭痛くなってきた。もうダメ。こういう品数が多いとこ。頭痛がすごい。じゃ、なくないだってないんだよ。30何番。なんで <laughs> ?38 番でしょ ?34 の奥にあるいや、さっき言ったよ。4。4の奥行って角なんで34が奥なのよ。ほんとに。で、もう一回行くよ、もう一回。ここが34奥。 ちょっと見て見て。これが34なのよ。ほら。ないっしょないじゃん。奥ってだってここが奥だよこの奥にあるってこと奥ってここじゃないのあ、あったあった !34。えな、ー、くね ?38?38 38ってどこよどこなの ?38 ってわかんないもん。じゃ、聞いてもわかんないっつうの。だってここは34でしょ どこが38なのこれは85でしょあっちは20番台なし。上見ても変えてないの ?38 なんて。反対もいったらこう全部回ったけどないの ?38 番の奥ってなんか38番を探してんだのさっきはこの辺にいて奥って言ってたよね。ここをまっすぐ。だってここ87番じゃん。87,88,90。ないっしょ ?38 なんて。 ここ50番なんじゃん、5070の、ね ?5080、90。か反対はさっき言ったじゃん、34番までしかないじゃん。ほら、ここ40番なん、40とか。じゃ、この奥ってこと <laughs> この奥にあんの <laughs> はーい。はーい。あったあった。奥あって。これでうーん。シール本シャッター。これねいいない。いっぱいあるない、いっぱいあるない、いっぱいあるな。 これかなプレミアム。ロックナイト。接着剤。シール粉糸。3本買っとこ3本。両面テープ剥がし。1760円。これでいいんじゃないこれで OK かなだって結構量使うよね。だ全面だもん、全面。いや、使うよ。だってあそこ全面だよ。これじゃ足りないぐらいじゃの。こす <laughs> るやつって何 <laughs> 何こするって、どここすんのこするもん、まあ。やばいやばいやばい。来て来て来て、また来た。 どれこするやつって。消しゴムもあるよ。壁の汚れ消しゴム。これこれいいんじゃないのこれ。ヘラは買った。これと、これとなんか色々種類買ったシール剥がし。えー、ちょっと待って、ヘラがない。どこ行ったあった。あ、バーチャルでしょ。<laughs> よし。えこれさ、お会計どこですんだすみません。お願いします。あ、いいです。袋って付けてもらえますか 一番大きい、入りますかね、それ。あ、じゃあ、それで、折り曲げちゃった。入んないかな。ちょっと、立てば、横は大丈夫なんですけど、マッチがあるんで。はーい。立てば大、入れば大丈夫。大丈夫ですかはい。え、財布がない。あれ財布がねえの、マジで。はーい。9860円。あ、ないでーす。 じゃあ、1万円で、はい。ありますか。かはい。いはい。ありがとうございます。ます 1>, 1万円。ありがとうございました。はい、これはここで入れる。あ、あっちか。はい。高いな、1万円も買っちゃった。はいね、やっぱホームセンターは。よいしょ。オッケー ケー終了。お家に持って帰って。あとは朝ごはんを買いましょう。朝ごはんでーす。シール剥がし高いの1500円ぐらいだったかな。うん、あ、そうだ、丸亀もね。丸亀も行こう。丸亀朝ごはん。丸亀さんやってるよね、多分時間的に。私アンバサダーなんで、丸亀の。よし。でもね、ここね、中が、電波がないんで、丸亀の中。だからちょっとみんな外で待ってて。 丸亀の中で県外になっちゃうの、ね、よ。電波悪くて。ここの通り悪いんだよ。ここでしょ、丸亀。あ、でも電波改善されたかなよくなってんね。ほら、いけっかもしんない。えやってないの嘘。やってんじゃん。お店は何時からですか ?10 時から。知ってるわ。っちょっと待って。ね、このシーンとかじゃん。おいしょ。 お持ち帰りはこれで選ぶんでしたっけはい。えっ、ー、と、これ、馬から肉盛り混ぜ玉うどんの、えっ、ー、と、特盛り。あ、じゃあいで。はい。は,こちらではいあとちくわ、地空はこの箱に入れるんだね。はーい。はい、台で。はい。えびあ、じゃあこれでお願いします。 はい。は、鮭。はい。ここに入れていいですかはい。はい。aupay って使いますかはい。はい。あ、入れてください。多めで。あ、じゃあこれでお願いしまーす。はい。ありがとうございます。はい。はい。すいません。はい。ちょっと待って、みんな。はい。あ、ありがとうございます。これは自分で持って帰るんでしたっけ あ、わかりました。ネギと、うどんのくす。よし。わー、熱々できたてだ。あったかい。できたてできたて。よいしょ。あとタクシー呼んじゃおう。シャトルね、シャトル。忙しい、忙しい。ここで、タクシー呼びます。えーと、ここは丸亀の前でしょ。 丸亀の前はどこだ、これ。ちょっと待ってね、タクシーの場所がわかんない。前の大きい食堂ってどこ、これ。ちょっと待って、今いる場所がわかんない。横側だね、横側。これで自宅に帰る。家事は、ちょっと、また遠いから、次の日だね。外出た時に。駅の中だからさ、ちょっと時間がないね、このシート落としの。シート落としの時間がないじゃん。比較の時間が。 だから、プラン的に家帰ってブワーってシートを全面にブワーってやってる間に、丸亀製麺をジュルジュルって食べて、その後に取って、レンジフードにまた貼ると。オッケーそういう予定です、今日は。早いっしょ。ちょっと今ね、荷物いっぱい持ってるんでね、これは新商品なんかレビューするね丸亀の、うまら肉なんとかみたいな。ちょっと気になってたんだよね、私ね、これ。 うま辛肉を落としみたいな。そう、大盛り。すごい。買い物しまくったわ。買い物って気持ちいいよね。もう散財。ロン毛のおじさんじゃんってしょうがないじゃんだってもうおじさんなんだから。ねえ、昔はね、切り谷美玲とかそういう風に言われたけど、柴崎港とかね。うん。今、ムッシュかまやつとかさ、なんかそういう系だよね。X ジャパンの方だっけ そういうのばっかでゴリラとかさん。うん、伝説のサーファーとかね。そういうのばっか。ミッキー・吉野とかね。髪の毛長くなった。12月入ってから宿毛をかけるんだよね。ちょっと上が汚いかな。こないだ白髪染めはしたんだけど、今度この辺をうねってきたんだよね。この上が。前髪と。うん。でもね、 4キロ痩せてたじゃん。私、体重元に戻ってた。今日測ったら、9 1キロだった。8 0キロまで切ったのに、今日朝測ったら91.3とかだった。また戻っちゃったよね。昨日メンバーシップの中で、海り弁の大盛り食べちゃったからだよね。揚げ物多くて。揚げ物も2個プラスしてね。さらに、豚汁とサラダ食べたんだけどね。 ただ昨日その一食だけなのよ。昨日食べたの。それのちょっと残ったやつを夜にちょこっと食べただけなよ。お弁当全部食べきれなくてね、余りもんをちょこっと食べただけ、うん。でもまだ痩せてるからね、バンジージャンプの時は私94キロだから。今91キロだから3キロ。誕生日から3キロまだ痩せてるからね。うん。まだ戻れる80キロの。ね、遅くないこれタクシー。 あ、もうすぐ到着しますら。目標は来年、83キロまで落とすこと。85。ワンチャン83。80の5ぐらいまで落としたいな。あ、来た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 。こちらです。よし、ダッシュダッシュ。お願いしまます。はい。はい。で、みんなね、ちょっと予告じゃないけど、明日ね、 私の運転手をやりたいっていう人がね、面接に来るんだよ。今、まあ、ね、待って、ここ一部電波あるよ聞こえてるもしもしもしもーし聞こえてるもしもーしそうそう、明日ね、面接に来るんで、うちに。私は面接官をやって、その人を、ジャッジメントするんだよ。男の人、配信者、あのー、あの人ですよ。カシンんの弟。 カシンんの弟が家に来て、私が面接するんでね、もうジャッジメンうん。でもなんかすごい状況みたいよ、今。なんかその話をちょっと聞こうかな。それに興味があってね、私。めちゃくちゃすごい状況なんだって、もう、そういうのちょっと詳しく、面接があったら聞こうかな、みたいな。うん。ちょうどね、今私バタバタしてるかな。マネージャー的な感じでいいかな、みたいな。もしよかったらね、ちゃんとお給料出して。マネージャーさんみたいなことやってもらおうかな。 うく君が来るのは、えっ、ー、とね、12月入ってからかなうく君は。12月入ってさらに、年越しかなうん。家の中のもの盗まれるなんかお金のも、お金目のものを置かなきゃいけない。今現金あるけど、それ銀行に入れた、入れるよ。うん。ソ君って誰まあ、最近のリスナーさんは知らないかな昔ね、結構ブイブイ言わしてた配信者がいるのよ。ね。ふわっちを巻き込んでさ。 ムーブメントを作った人が。うん。天才配信者がね。うん。まあ、でもとりあえずさ、会ってみなきゃわかんない。だから面接ね。ダメだったらダメで断るし。私がいいなと思ったら、お手伝いとかしてもらおうかな、みたいな。まあ、ちょっと話を聞いてみないとわかんない。話を聞いてほしいって言うからさ。うん。話を聞くぐらいだったらいいんじゃないの明日の 9, 9時ぐらいに来るって言って、だから、はがいたい。暗いんだ、性格を。でも私も暗い方だからね、普段ね。 いいい方がいいかも車はね、持ってないんじゃないの多分、免許はあるけど、車は持ってないってタイプだろ。だ車買ってもいいよね、私ね、経費で。免許ないけど、車買うことできるっしょ安いさ、なんか、50万円ぐらいの車買えばいいね。中古の、お買い物用とかさ。いや、住み込みになるのか分かんないね。ちょっと聞いてみないと分かんない。通うのか住み込みなのか分かんないけど、うん、ちょっと分かんないね。ペニーくん ペニックは免許持ってないっしょ。持ってんのかな持ってんだったらペニックの方がいいけど。<coughs> 住み込みは危ない。でもいろんな人だって住み込んだじゃん。もうどうってことないよね、もうね、誰がいてもね。<laughs> じゃない今まで散々家に人が来てんだから。そんな。ありがとうございます。はい、今はい、ありがとうございます。よし、着いた。おし。 先に、だから予定通り行くよみんな。まずは、シール落としをぶちかます。で、その間に、丸亀の、新商品をレビュー。で、その後に拭き取り。完璧だろう。完璧コース、今日。ああ、やだあーああ<や>よし。戻ってきました。ちょ丸亀をまず置いといて。上着を脱いで。よしこう。で、ブワーっとかければいいんだね、ブワーっとね。 バババと、ここのシール今ベトベトついてんじゃん。で、ね、買ってきたやつがどこ行ったかな <laughs>。これがでも良さそうよね。1500円。協力って書いてあるもん。テープ剥がし。あとこういう、これもちょっと高かったら800円ぐらい。シール剥がしプロ。プロフェッショナルみたいな。で、これも、協力接着剤落とし。ね。くるくるって何あとこういうスクレッパこういうのも買ってきた。 こうやってヘラみたいなね。はがし、はがしラベルっていうのラベルはがし。はがしヘラ。うん。どうで、ね、あと、なんかこの汚れを落とす消しゴムみたいのも買ってきた、これ。これキッチンとかに使うんじゃない亀の汚れ消しゴムとか。ね。じゃあこれをや、やってみましょう。ぶわっと。泡タイプだって。頑固な両面テープの除去。カッティングシートの除去。取れにくい えー、なんとか周りの除去。専用のヘラもついてんね。こんなちっちゃいからいらないかな。一応取っとく、これ。ちっちゃいよね、さっきのより。<laughs> 換気をした方がいいの書いてないけど換気してください、なんて。高圧ガスを使用した加熱性の製品であり、危険なため、火や火器の近くで使用しないこと、火器を使用してる室内で大量に使用しないこと、高温にさらさないこと、なんも書いてないね、換気とかも 換気は大丈夫。大丈夫大丈夫じゃないだって、換気をしてほしい商品だったら、換気をしてくださいって書くよね。書いてないってことはしなくていいってことでしょうこういうの。どうすか絶対に換気してくださいって書くじゃんの、バルさんみたいな。どうだろう。でも、ぶちかましちゃっていいね。で、これ時間を置いた方がいいよね、こういうのね。ご使用時やゴム手袋、メガネなどを必ず着用してくださいって書いてあるよ。 ええー、大丈夫だよね。大丈夫だよね、シール剥がしでね。大丈夫だよね。ちょっとやっぱ怖いからメガネしよっかな、じゃん。グラサンでしょグラサンはどこに入ったかね。裏さんない。ちょっと見つかんな、ね、い。どこに入れたか忘れててもいいや。オッケーね。じゃあもうぶちかましまーす。あ、ダメだ。シンナーみたいな匂いする。換気したほがいいな。臭い。シンナーだ、これ。 気分悪くなるやつだ。思いっきりシンナーだね。うわすごいシンナー。シンナー、シンナー。溶剤みたいな。うわすごいうわ。ラリっちゃう。シンナーやば。う,いう,う,うわあすごい。ラリっちゃう、マジでオッケー。ちょっと置いとこっかな。ちょっと置いとこっか。置いといた方がいいよね。でもさ、泡タイプっつうけど泡になんなくないこれ。 振らなきゃいけないのかなもしかして。まさか。えぇ、ー、全然泡になんないんだけど。何これ放置時間は5分から10分。20分だって。えー、なんで泡になんないのこれ。泡タイプって思いっきり書いてあるけど。いや、まだいっぱい入ってるよ。全然泡になんないよ。なんで全くなんない。えぇ、ー、おかしくないこれ。まあ、とりあえず放置。 5分から10分って書いてあるね。あ、5分から20分。<laughs> ガスだけ抜くって何どういうことそんなことないっしょ。いや、振ってくださいとも何も書いてないよ。書いてない。書いてない。全く書いてない。ただなんか吹き付けて浸透させてくださいと。で、ヘラを使ってくださいって。それ何用いや、シール剥がし用でしょ。これでいいんでしょ。両面テープで。多分両面テープでよね。ノズルはない。 ヘラしかついてない。で、この間にね、ちょっと浸透させてる間に、ちょっと丸亀ちゃんを食べよう。こちらね、新商品を。すごいもう、シンナーの匂いが。られっちゃう、私。こちら、新商品。肉うどん。ちょっと、ピリ辛辛め。うま辛。うま辛うどんってやつ。わあー、美味しそう。うまそうだね。こういうの女子好きなんじゃないうま辛とか。 今、換気扇回してる。で、こいつをジョボッとね、ジョボッと入れますよ。ね、なんか温玉みたいのもついてんね。ね。あれ私、おにぎり買わなかったっけあ、天ぷらの中にあるんだあ、そうだそうだ。ね、オプションで天ぷらも買ったんだよ。これ、ふくわとエビ天とおにぎり、鮭のおにぎり。これ温玉ドボンとね。ね。あのね、私ね、丸亀製麺の優勝したんですよ。 世界に一つだけのものを持ってるんですよ。丸亀製麺の、こちらね、クイップリーグランプリっていうのにね、入賞したんですよ。これ、ね、世界に一つだけのお子。クイップリがいいっていうね、SNS 対象っていうのを撮ったの。昔。それに入賞すると、このね、あのー、世界に一つだけのやつがもらえるね。1位、 1>, 1位がね、あの出、CM に出れるみたい。それはちょっと逃しちゃったんだけどね。そう。カビてないよ、カビてない。もともとこういう色だよ。うん。じゃ、食いっぷりを見せてあげましょうね。丸亀のね。入賞した実力を。ね。ちょっとネギももらってきたんで。ネギもドボッと。天かす。天かすもドボッと。ちょっとこの揚げ物邪魔なあとおにぎりね。これ鮭ね。絶対鮭と明太子買うんで、私どっちか。 これちょっとっあ、やっぱ入れとこ。やめよっかな、どうしよっかな。いいや、入れよう。で、いただきまーす。久しぶり丸亀。これ多分新商品でね、うまか、なんだっけ正式名称なんだろ、これ。正式名称は。おー。混ぜそば混ぜそば肉うどん、うまからかな混ぜ混ぜしてあげてね。おー、美味しそうじゃん。うまそうね。うどんうどん、これうどん。いただきまーす。 うん、<laughs> <coughs> ちょっとピリ辛。美味しいね、でも。うまいわ。これおにぎりね、おにぎり。鮭の。<coughs> ちょっとネギが、ネギ多めで引っかかっちゃった。うん。なんかさ、細かいひき,ひき肉みたいな肉と、このビロビロの肉、ダブルで入ってるね。何なんなんだろう、これ。ちょっと台湾を意識してるの、こういうのって。 台湾まぜそばとかさ、まぜそばのうどんバージョンみたいな感じかな、味的に。もうね。うん。なんから混ぜ混ぜしてあげたうがいいん、ね、で、こうね。うん。いいこうやって混ぜ混ぜ混ぜっと。こうやってね。それじジュルジュルっと。うん。うまいこれ美味しいねえ、これ食べたことある人いる美味しいよね、これね。真面目にうまいわ。で、これはちょっとね、オプションでつけたのよね。揚げ物オプションでつ,つけれるんで、エビフライ。一 お店オープンしたばっかだったからねほとんど出来たてって感じ、ね、10時オープンだったからね私10時1分に入ったんだよ <laughs> いやマックとかよりうどんの方が太んないんじゃないのどうねまだこっちの方が健全然だるんいやフライつってもだってカロリーないじゃんこういうちくわとかはねえ肉じゃないのもうちくわの天ぷらってうまいよねまずね昨日も私食べたんだよのり弁に乗ってんじゃん 昨日の昼ごはんのり弁だからね。こうさ、ぐじゅぐじゅにした方が美味しいね、これね。こう、もう温玉も肉もこうやってぐじゅ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 、こういうふうに混ぜて混ぜて。こうやってね、混ぜそばみたいに。こういう感じ、うん、混ぜそば、混ぜうどんだね、これ。うんうまい最高じゃん。あっちばっちんちゅいや、うどんとそばにすすった方が絶対うまい。パスタはちょっとお下品って言われるけど。 うどんとかラーメン。日本食の麺はすするんだよ。こうやってじゅるじゅるってね。うん。うん、れ。たまにさ、こうやってさ、わかるしよなんか美味しそうに見えないしよ。そこよ。せっかく美味しいものなのに、なんでまずく、まずそうに食べんのみたいな。そこよ、私が言いたいのは。だったらすすった方がいいんでマナーとかうんぬんでね。 まだとか気にしないでも思いっきり食べましょうよっ麺をすすりましょうよっていう。そう、すすりの会の会長だから私。ね、すすりの会。ね、タンが詰まる会の会長だから。うん、これそんなに辛くない。ピリ辛。何の味って言えばいいのかなこれ。なんかね、近い味あるんだよね。なんか食べたことある味みたいな。うん、マクドナルドとかでありそうな味だね。うん。 マック系の味だね。昔食べたことある、この味。担々麺じゃないんで、なんだろうな、これ。多分ね、これ食べれば分かると思うんで、みんな。あーって、奈々ちゃんの言おうこと分かるって。一度は食べたことある味なんでね。<laughs> でも何なのかは分かんないみたいな。食べたことあるけど、思い出せないみたいな味。あ、すき焼きすき焼きかなそっち系統かな、これ。 そうだ、ね、結構甘甘ら甘辛みたいな感じだかなうんすき焼きが近いかもすき焼きをちょっとピリ辛でした感じにんにくもいっぱい入ってるよこれにんにく入れてもらえにんにく入れますかって言われたもんうん、あにんにくの味だねにんにくの味美 <laughs> いしい美味しいこれ久しぶりにうまいねでもね丸亀製麺の新商品ってね外れないんだよね 丸亀さんは味はうまいよ。うん。外れなし。まずいのないもん。でもみんな丸亀製麺ってあんま行かないのかなカットだけかね、丸亀って。いろいろあるじゃん花丸うどんとかさ。うどんチェーン店っていうのうん。昔はね、花丸の方が多かったんだけどね、東京は。いつの間にかね、山田うどんと丸亀製麺がさ、対等してきてね。うん。丸亀ね、ごめんごめん。丸亀製麺 <laughs> 丸亀製麺にうちのリスナーさんが多いんだよね、なぜかね。あそこのお店にもいるのよ。リスナーが。<laughs> そう、モンジュリーリスナーは丸亀製麺のスタッフが多いの、ね、よ。そう、ああいうおばちゃんが支えてくれてるのね、私のことも、ね。<laughs> うん。だからって何いや、すごいよねって。うん。なんかお腹いっぱいになっちゃったこれ、また残そう、これ。シールの方が気になるよね。ちょっとまた分けて食べるね、私。分けて。 これをまた夜食べるんです置いといて。昨日もお弁当食べれなくてね、ちょっと残してそれを夜食べたの、ね。そうすれば痩せてくるしよ。一食で食べる量をちょっと分けて、二食分にする作戦、最近は。そういうダイエット法をしようかな、みたいな。もうお腹いっぱいになったらもう食べないっていうね。ストップ。うん。もう3キロ痩せてんで、ね、バンジージャンプ飛んでから3キロ私痩せてんねその方式で。 ま、ちょうどコロナになったっていうのもあるんだけどね。コロナの時も、これ一個食べれなかった。半分残して、半分、また、夕方とか夜に食べたりとか。うん。嘘じゃないって、もう明らかに顔とかでわかるし痩せてんの。私、顔に出るのよ。痩せ始めてくると。お顔に、お顔がまず痩せてくの、げっそり。うん。ほんまに。 だ今日の朝体重計測ったら91.3キロだったの。バンジージャンプ飛んだ時は94キロだったからね。4.8とかだか痩せてるでしょうん。だってあのハーネスが3キロ分あるんだけどさ、このバンジーの機械ね。それで97だからさ、マイナス3で94じゃん。今91だから。3キロ。あのね、みんなは痩せてるから3キロ減らすの大変だけど、デブはね、1日で変動する。<laughs> 3キロぐらいは1日で変わるんすよ。そんだけのもん食べてるから3キロぐらいは。食べなかったら3キロ痩せるんだよ。そういうシステム。みんなの数倍食べてるからデブなんでしょそうなのよ。今までこれを2個食べてたの、これを半分にして、んか2分の1になるってことだよね。ね1日が2分の1になってくと毎日毎日ね。うん。だ体重も2分の1になるんじゃないかなって。 ね、9 0キロあるけど西が8肉18んか五5 0ロぐらいになるっていう感じよねイメージを <laughs> 毎日半分ずつにしていけば <laughs> うんでも蓄積されたものがあるかな5 0キロは無理よでしょ蓄積この蓄えちゃってるかもこの分からだからマイナス1 5キロぐらいだ、ね、2 0キロとかで減っても半分方式でやってってもうんそうっすよ痩せたで痩せたでみんなね私綺麗になっちゃってねやきもち焼くのよね 太ってても焼き餅焼かれるし。困ったもんでもイメージ商売って。ねえ、綺麗になったら綺麗になったらみんなさ、んうるさいんだよね。化粧品何使ってんですかとかさ。んねえ、あれ一番うるさいか何番ですかとかね。その色何番ですかシャドウの色何番ですか教えてください。とそうだよ。よし、ちょっと待って、シール剥がしてみよう。どれもう時間経った。これが本当に剥がれるかどうか。おおおおお おお <laughs> <laughs> すごくない剥がれた。やば。さっきまであんな戦ってたのに。いや、これは気持ちいいっすね。気持ちいいよね。あんだけ取れなかったのが、スルッと。ほら。ほら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 。残ったやつはね、また、スプレーすればいいとして。あこれ綺麗になりそうね、だいぶね。うわ。ら、気持ちいいわ、これ。 やっぱこれが結構重要だったんだね、このヘラがね。このヘラもいいの買ってきたんだない私。ねスプレーも良かったな。とりあえずこの大きいやつをね、今ね。でも結構力いるわ、これ。グッって入れ込むの。結構使うね、力。もう疲れてきちゃった。でもさ、これ思ったのがさ、上側だけ剥がれてない。これは剥がれるの剥がれる。下のシートみたいの。剥がれるね、こう。ほら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 。 大変だわ、これ。明日来るアシスタントにやらせよっかな、これ。合格させて。とりあえず試験でこれ全部剥がしてもらおうかな。上っ面だけ剥がしておいて、この、なんつう、残りをやってもらおうかな。全部きれいにしてって。だって結構これは力仕事よ、だって。こ仕事だもん。この、この力が。私、この力が弱いのよね。握力がさ、20だから。握力がないからできないんで、こういう作業。 もうでもだいぶ良くなったね。上面は取れたね、ほら。上面は全然取れるよ、ほら。ほら。いいんじゃないうーん。オッケー。疲れる、マジで。疲れてきた。どうしよう。もうだるくなってきてるの、どうしよう。マジだるいんだけど。どうしますか飽きるんじゃなくて、ね、力が必要よね。うわ、ここ頑固だ。頑固ちゃん。あー、だめだ、ここ。もう行ったんだね。 小町くんにはやらせないよ。そういうスターとかみなさん。でしょああ、やだ、新品のガスレンジにいっぱいついちゃった。ちょっとこの辺やめとこう。ちょっとこれを引いとこ下につかないように。最悪まだ使ってないのに。かすが、ここにこういうの引いとこうね。汚れないために。うん。でもだいぶあれだね。シート貼ってたから綺麗ね。このまんまでいけそうだね、ここね。ね。 何も貼らずに。これ全部綺麗に取れば。これさ、上っ面だけ剥がれてさ、この下のシールが剥がれてないんだけど。ダメじゃねえ、これ。ただヘラで無理やり取ってるだけじゃない私これ。今思ったな。これ使い物にならないね、このシール落としね。こっからシール落としをかければいいのこれを取ってから、ここにまたかければいいのか。さっきの、これも。 ねえ、ここをし、あ、やだ、逆向きになっちゃった。う。ここになじませればいいのね、こうね。これでペローンって取れれば大成功だよね。なぜ残るんだ,だから、上っ面しか取れてないってことよ。今、上に乗ってるやつが取れただけで、下にまだ浸透してないってことだよね、これね。シールの部分に浸透してないんだから取れないんだよ。上にかけちゃった感じ上を先に取ってから、かけた方がいいんだね。れを取るには。うわまた死んなん、すごい。 やーえラリルまた。これで、ね、また放置。じゃ、泡はね、だから出ないの、これ最初かな。なぜか。泡が出るって書いてあるけど全然全く泡が出ないねです言っても。何なんだろうね、この商品。不良品なのかなこれさ、中身全部シンナーしか入ってないんじゃないの工場のミスとかね。<laughs> 全部シンナーだけみたいな。だっておかしくないこんなシンナーの匂いすんの。不良品なの、これ。思いっきり。 中身が入ってないんじゃないシンナーだけしか入れてないんじゃないのロー,ー中にはあるよねそうね。大量生産とかだったらね。あ、やばいもう無くなるやばい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 持って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 うーん持ってくれ持ってくれ持ってくれまだいけるまだいけるまだいける。まだいけるぞー。まだいける。あもうやばいかな。まだいけるまだいける。あ、終わるかな終わるかなさすがに終わるかなうえ ラリル。<laughs> <りる> <laughs> すんごいしんなラリっちゃうわ、これ。あ、終わりだ。終了。一本使っちゃいました。換気扇します。また10分くらい待っとけばいいんでしょはぁ、あ。5分でいいや、5分で。うどんはもう食べない。これは夜ね。うどんタイムじゃないっすよ。これで、ピューって取れたら大成功だね。今、上面は取ったかな。下の、この、粘着面がピューって取れたらね。 火は使わない。火、今火使ったら爆発するよ、これ。マジ。吹き飛ぶよ、私。スプレー一本分だから。このスプレーって怖いんだよね、爆発するとね。ニュースとか見たことないバーンってこう広がるんだよ、火が。ブワーって。モバイルバッテリーとかも怖いけどさ。ニュース映像やばいよね。うん。コメント規制かかってる、なんでアイコスは火を使ってないのよ、これ。 これは電子タバコとか電子でこう熱してるだけよ。熱で。な、これを使ってても引火はしない。うん。<coughs> そうっすよ。ただ、ここの中でパチッっていうさ、静電気みたいなのが発生したらちょっと危ないけどね。ぶっちゃけ。引火する可能性はあるよね。あの、このパチッっていうさ、火花みたいなのがついて、バーンってこう全部吹っ飛んでコメント見てる。何のコメントどれなんかあった読むやつ。何もないじゃん。あ、これ シール剥がしは気化します。すぐに剥がしてください。だって、そんなこと書いてないし。ねえ。書いてないし。放置時間って書いてあるかな。5分から20分放置してくださいって書いてあるの。うん。浸透させてくださいって書いてあるよ。2、えー、両面テープは浸透するとしないものがあります。紙、布の場合は直接スプレーしてください。浸透しないもの、プチル。 アクリルフォーム、ビニール系は、その部分に隙間を作り、中に本材を流し込んでしばらく置いてからヘラで除去してください。隙間が開かない場合はその部分をドライヤーで温めてください。放置時間は5分から20分ぐらいでした。これはもう浸透するタイプよ。今のやつは。え、浸透するでしょ上は浸透しなかったけど、上はもう剥がしたじゃん。<laughs> コメント規制ってだから何なのしつこいなしつこいね、さっきから。 何コメント規制、コメント規制って。何を、何を伝えたいの私に打ってごらんよ。コメントなんて、規制なんて入れてないよ、私ほら。NG リスト0。ここね、ブロックとか、NG ワードが入ってればここに入るの。何も入ってない。0。ブロックしてる人も0。NG ワードに設定してんのも0。うん。じゃ、つまんない話じゃなくて、今待ってんの。放置してんの。 まったりしてんのつまんないとこじゃないのほまったり今、待ってるだけなの私は。待つ意味がないじゃあ剥がす今から。ねえ、剥がしてみようか。剥がれるのかほんとによ。おい。剥がれんのかっつーんで放置しないでよ。なあ、これで剥がれなかったらどうすんだよ。剥がれるじゃん。めっちゃ剥がれるやん。剥がれる気持ちいい。うわー うわ、綺麗に剥がれる、ほら。見て。めっちゃ綺麗に剥がれるんだよ、ほら。うわーん。すごいね、やっぱシール剥がしは。ほら、ほら。時間かかりそうだけどね。まさかこんなギリギリ終わる寸前でここに取り込むとは思わなかったよ。もう11時過ぎてるよ。もう、配信外でやります、私一人で。こうね、地道に。もうやり始めちゃったかしゃーないよね。なんでこれ結構時間があるもんだって。 集中してやんないと集中して。ね <laughs>、この結果は明日の朝でいいんじゃないまた。ね。この綺麗になった状態は明日の朝見せるんだ、ね、よ。メンバーシップでもいいけどね。だってあと擦るだけだから。うん。明日の朝は見せるって感じにね。うん。擦るだけだから。OK? でも今日カレンダーも私やんなきゃいけないんだよね。どうしよう。でもこれやり始めちゃったからやんなきゃダメだよね、こっちもね。うーん。 それか、ここで放置しといて明日やるか。ダメだ、ダメだ、ダメ,ダメ,ダメ今やんないとダメだ。今やんないともうやんないな、多分。性格的に。ちょっと面識で1時間ぐらいで終わらすか。集中してで。みんなは明日の朝見れるってね。ピカピカの状態を。うん。で、明日はオーディションをするんでね。タイトルはこれですよ。生活困窮者が家に来た。明日のタイトルは。うん。まあ、そんな感じで終わります。ちょっとやります、今かな。 はーい。おつじょりでーす。大成功ということで。はーい。め、面縮でちょっとやるね。面縮でね。はーい。おつじょりでーす。また明日